小野和義は、栃木県宇都宮市出身の元プロ野球選手、コーチ。創価高等学校時代は、大型サワン投手として、江夏二世の声があった。二年生時の1982年周期、東京大会では準決勝に進むが、大美林校に赤敗。翌1983年の夏の甲子園、予選西東京大会では、準決勝で、 明大中野校の武田和弘に投げ勝ち、決勝でも提供代行を下して、第65回全国高等学校野球選手権、大会への出場を決める。大会では1回戦で、東山校に敗退した。1983年度ドラフト会議にて3球団、競合の末に近鉄バファローズから一巡目指名を受けて入団。1984年、 高卒ルーキーながら1年目から24試合に、当番。プロ初勝利、初セーブもマークした。1986年、開幕から、近鉄の2連敗で迎えた第3戦では1点のリードを守り抜いて2失点の関東勝利。その後は、必ずしも安定した投球でなかったが、以降3連勝、6月5日の半球戦からは5連勝。 7月3日の日本ハム戦では9円のマウンドながら勝利投手となり、両リーグ一番乗りで10勝に到達した。前半戦だけでプロ初完封を含む12勝を挙げ、同年のオールスターに出場した。だが、後半戦に入ると疲労もあって、急失速し、最終的にはリーグ最多の自責点、基本塁打を喫する。防御率5.02位はリーグ最下位。それでも、 自己最多の14勝で先発ローテーションの一角を不動のものとした。1987年オールスターゲーム第2戦に出場3イニングを無失点3奪三振の高騰で優秀選手賞を受賞した。前年に続き2年連続でリーグ最多の基本類がを喫するも11勝を挙げる。1988年に連勝で優勝が決まるロッテとの 最終戦ダブルヘッダーの第一戦に先発7回3失点と踏ん張って逆転勝ちにつなげた。同年は10勝を挙げる。1989年12勝を挙げ2年連続リーグ4位の防御率3.39でリーグ優勝に貢献。しかしシーズン終盤に肘を故障し優勝決定時は出場選手登録を外れる。 同年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、第4戦に先発するが6回に打ち込まれ降板、敗戦投手となった。シーズン終了後には、左肘の手術を受ける。1990年は故障のためわずか3勝に、終わった。1991年に12勝を挙げて、カムバック賞を受賞。1992年は、開幕投手を任されたもののシーズン未勝利に終わる。 1993年は当時、近鉄の監督だった鈴木刑事と調整方法をめぐって対立。その影響で同年限りで自由契約となり、西武ライオンズへ移籍。1994年には豪快なフォームで、遅いボールを投げる技術を身につけ貴重な先発サワンとして、復活、7勝を挙げる。同年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでは、第三戦に、先発、 八回を一失点と高騰するが、勝ち負けはつかなかった。翌1995年も7勝を記録するが、1996年は、再び故障に苦しみ未勝利に終わる。1997年の開幕直後に、金村義明との交換トレードで中日ドラゴンズに移籍する。8試合に登板したが勝ち星なく、故障も言えなく二軍での登板も、ままならなかった。 オフに現役を引退。1998年から2001年までは古巣、近鉄の一軍投手コーチ、2002年から2003年までは二軍投手コーチ、2004年は再び一軍投手コーチを務めた。1998年と1999年は2年、連続チーム防御率リーグ再開、2001年のチームは優勝したが、 チーム防御率4.98は12球団ワーストを記録し、翌年2軍投手コーチに配置転換になっている。2005年からは新球団、東北楽天ゴールデンイーグルスの1軍投手コーチに就任したが、チーム防御率が5.67と12球団再開に低迷。2006年からは、同球団の2軍投手コーチとなったが、2007年9月22日に、 来期の契約を結ばないことが発表された。2008年からは埼玉西武ライオンズの一軍、投資コーチに就任。2009年はリーグワーストとなる、サヨナラ負けを14回記録するなど、中継陣が低迷、救援防御率は4.15,5.31と2年連続でリーグ再開となった。他のパリーグ5球団はいずれも400個台の支球数だったが、 西武だけは両リーグ最多の五百五十支給を検証し、B クラスに終わった一員だった。二千十年は同球団の二軍投手コーチ、二千十一年は再び一軍投手コーチになりも、同年十一月七日に、来期のコーチ契約を更新しないと発表された。二千十二年からは同球団の編成部プロ担当として、フロント入りし、二千十九年から一軍、 投手コーチとして現場に復帰。リーグ連覇は達成したものの、チーム防御率4.35はリーグ最下位に終わり、CS では4032失点、防御率7.25と、投手陣が低迷したため4連敗で CS で敗退となり、試合終了後に来期コーチ契約を結ばないと発表された。2020年からは、再度球団本部チーム統括部、 編成グループプロ担当に就くと発表された。元西部の岡本信也は話が長いのは西部の小野コーチ。マウンド上で次の打者はこう攻めろとか助言してくれるのだがなかなか話が終わらない。頼むからもうベンチへ戻ってくださいよと述べていた。スリークオーターから投げる時速1 4 0トル台中後半のストレート、フォーク、カーブ、スライダーを武器にしていた。 ありがとうございます。